グラビアアイドルのグラビアはアートか、それともエロ本か。戦後70年以上続いたこの議論は未だ決着がつかず、人類最大の謎とも言われている。私はこの議論に決着をつけるべく、日本性行為協会緊急幹部会議を開き、私を含む幹部10名で徹底的に議論した。だが議論はエロ本派9名に対し、アート派はネズミ1匹、終始エロ本派が有利な展開となる。エロ本派の主張はこうだ。男なら誰だってグラビアで抜く。それがエロ本じゃなかったら何だって言うんだ。利益のために性を売り物にしてるでござる。ガキョンなんかこの前判決になってましたで。抜いてください、抜いてください、お願いですから抜いてください、私売りたいんです、金になるんですって言ってるんだよ。聞くに耐えないとんでもない暴論。私はアート派最後の一匹として武力行使も辞さない構えを見せ、徹底抗戦した。だがおめえは女に幻想抱きすぎなんだよ。お前引っ込んでろ童貞、現実見ろよバカ野郎。ちょっと会長はもう黙っててくださいなど散々な言われようだった。幹部どもは私に理でやり込められるのを警戒し、最初から数で押し切るつもりだったのだ。そうはいかんぞ。野球に例えると9回の裏、10-0で完封されかけた私は殿下の宝刀であり最後の手段テレパシーを使うと明言。テレパシーでグラドル本人と会話し、その意向を議論に反映させるのだ。そうすれば勝ちが見えてくる。一同が固唾を飲んで見守る中、私はあるグラドルにテレパシーで問いかけた。グラビアはアートですよね、エロ本ではないですよね。するとそのグラドルはそっと、しょうもないこと考える暇があったら働いてよ、お願いだからと返してきた。どうやら間違えて母親にかけてしまったようだ。するとちょうどここで定時となり、この議題は次回持ち越しとなった。ニート童貞が何を言っても勝てないと判断した私は、親友である朝倉未来の力を借り、暴力をもって会を制圧する算段である。次回、暴走する朝倉、懇願するネズミ、二人は人類を救うことができるのか。父さん、僕朝倉に乗ります。こんにちは、ネズミです。底辺の部屋へようこそ。本日は不倫直後の国会議員の車内に侵入することができましたので、こちらからお送りいたします。で、お気づきの方多いと思うのですが、見てください、こちらの女性の満足げな表情。税金でする不倫というのは本当に気持ちいいということがわかります。というわけで今回は、視聴者から強奪した受信料でハメを外してしまった NHK アナウンサーを2名ご紹介いたします。2016年7月1日、フライデーが NHK 斉藤アナと早川美奈くんの不倫をスクープしました。2人はニュース番組、まるごと山梨で共演しており、一緒に仕事しているうちにお互いこの人に出し入れされたいと思うようになりましたが、それがまるごとスクープされてしまいました。フライデーによると不倫の場所は大体国道沿いで、夜8時頃に記者が張っていたところ、怪しい車が現れ、突如、斉藤アナと早川くんが中で追っ始めたとのこと。約1時間後には車を出し家に帰っていったとのことなので、本当にただやりに来ていただけのようです。もう本当にね、天下の行動で何ちゅうことしてんだよ。人から強盗した金で楽しみやがって、縁の喜びだけでなく性の喜びまで知りやがって。で、 NHK の社員だから将来も安泰で、女にもモテて最高の人生だとか思ってんだろこのバカなしが。しかも報道されて写真付きでも全国の無職童貞に自分の順風満帆な人生見せつけやがって、もうせめてバレないようにやってくれよはい、ということで2人は週に複数回、多い時は3日連続でこの性のドライブスルーを楽しんでいたようでして、本当に私も羨ましい以外に言葉が出てこないんですが、2人がやってたまるごと山梨って、だいたい夜6時から7時の生放送で、夜8時に国道で試合始まったとのことなんで、まあこの2時間後にはもうこれなんですね。この落差はもう例の女性を思い出さざるを得ないレベルです。で、この NHK の人ですとか、冒頭のまあ国会議員がする不倫って、普通の人がする不倫よりも何倍も気持ちいいんですね。そんなこと童貞でもわかるんですね。なんでかっていうと、不倫ってまあやってはいけないことをしてるっていう背徳感が快楽を増大させると。で、2人の場合、国民から強奪した受信料で俺はこんなことしてるとか、国会議員であれば国民からむしり取った税金でこんなことしてるとか、つまり背徳感が増すんですよ。さらには天下御免の国道沿いで駐車違反、公然わいせつでエンジンかけっぱなしとか、罪に罪を重ねながらやってるんで、もうこれ海洋圏で言うと1000倍は言ってます。はい、ということでこれ記者の方も相当気合入ってないと木で吹き飛ばされるっていうかなり危険な取材だったと思うんで、記者の方も無事でよかったです。というわけでまあ偉そうに色々と言っちゃったんですが、この早川さんめちゃくちゃ可愛いですし、斉藤アナと同じ状況になったら僕も絶対しちゃうんですね。でもそうならないからやらないんですね。だから童貞なんですね。なのでもう斉藤さんも早川さんもあんま思い詰めずに、揺らしちゃった車はもう仕方ないんで、これからもその勢いで頑張ってください。
2021年1月19日、フラッシュが NHK のエース女子アナ、桑子真帆くんの暴露記事を掲載しました。暴露したのは桑子アナが大学1年の時から9年間、桑子アナと大人の関係を続けていたという男です。この男は桑子アナのことをマータンと呼び、暴露した理由は自分が本命になれなかった腹いせかと思われます。記事を読み上げますと、マータンは好きになったらとにかく突き進む性格だったという、狙った男性に交際相手がいてもお構いなしだった。男選びはとにかくビジュアル重視。友達の彼氏が一番スリルと背徳感があるそうで、〇〇ちゃんの彼氏はイケメンすぎる、してみたい、自分の彼氏より気持ちよかったとも僕に言っていました。交際相手がいる男性と遊ぶことをマータンは不倫デートと呼んでいて、女友達の彼氏と陰で関係を持ったことは私が知るだけで何回もあります。多い時には僕を入れて同時に3股交際していたこともありました。彼女が地方局に勤務していた頃は数ヶ月に一度私が彼女のマンションに行く形で会っていました。彼女が自宅ベッドのマットレスを変えた時、古いマットレスを捨てずになぜかベランダに放置していたことを覚えています。はい、まあ彼女は思い出を大切にする素敵な女性なんでしょう。次いきます。彼女が東京に移動してからもしばらくは会っていましたが、ある時電話してみるといつの間にか着拒されていました。 LINE もブロックされていて、それ以降は一切連絡を取っていません。何の前触れもなく突然やり捨てられたんです。ということで、捨てられた男の魂の叫びといいますか、負け犬の遠吠えにしか聞こえない部分もあるんですが、まあ私こういうのは全然いいと思うんですね。こういうやり、まあ奔放というか開放的な女性がいた方が男性としては確率が上がるんですね。まあ順番にというわけではないですが、この男もマータンがこんなに開放的な女性だから順番が回ってきたわけじゃないですか。なんで男性からしたら悪い話ではないですし、結構この問題そこまで悪く言うことないかなと思います。私の順番はいつ回ってくるのでしょうか。はい、なのでまあ本人も友達の彼氏が一番スリルと背徳感があるとか言ってて、どうやら彼女のいる男性を寝取るみたいなことが好きなようなんですが、ここまで来るともう個性というか本領発揮した井上尚弥と一緒で止められないんですよね。しかもマータンは今もうちょうど34歳だそうなんですが、女の34っていうともうほんとやりたい盛りですし、大きなトロンとした目で見てあげるといいかなと思います。で、そんなマータンですが、現在あの世界的指揮者小澤征爾さんの七光、小澤征悦さんに順番が回ってきてまして、おそらくこのまま結婚するだろうと言われてたんですが、記事によると何やら七光がブランド志向というか、品格ある女性を好むと。だからちょっと今回、マータンの化けの皮が剥がれたってことで、二人が別れるんじゃないかと心配も声も上がってました。なんですが、こんな美しい女性を男が手放すわけなくて、二人はまだ全然熱々で、もうやりまくってるんですね。童貞の目はごまかせないんですね。なんで二人が別れる心配とかは、これ以上めくれなければ大丈夫かなと思います。なあ。はい、というわけでエンディングです。本日の底辺の部屋いかがだったでしょうか。まあ本日ご紹介した方々、これ嫌味じゃなくて本当に人生楽しまれてるなぁと思いましたね。まあ僕みたいに部屋から出ない生活してると、不倫どころか女性と話すこともないんで、不倫とか浮気してないというかできないだけなんですね。それに比べて今日ご紹介した人たちはちゃんと外に出て働いて、それは異性との接触も増えるから不倫の可能性も上がっちゃうんですね。まあだからといって何でもありと言ってるわけではないんですが、全額別にしてただシンプルに羨ましいと、自分との生物としての格の違いを見せつけられたなと思った次第でございます。でまあいつも寝る前、朝目が覚めたら佐藤健になってないかなとか、ヒカキンになってないかなとか考えるんですが、まあ今日も朝目が覚めたらしっかり僕でしたね。本当に心の底からこの人たちと入れ替わりたいです。では本日はこの辺で。